あ、待って待って待って、流されるー。流されるって、助けてー。ん、あれは鹿か。あ、なんかしよるこの人ら。何をしてるの？おい、よ、なんだ、男かよ。この馬宿にいると男にしか会わねえな。ここ、っていうか、まあ、何見てたの？ここから東を見てみろよ。妙な雲で覆われてやがるだろ。雨とかほんと気分が悪いや。悟りちゃんに癒してもらわねえと。悟りちゃんって誰？悟りちゃんはな、俺の命の恩人なんだよ。長くなるが聞くかい？長くなるんかい。まあ、うん、聞くよ。じゃあ話せ。ある時にだけ動物が現れるっていう奇妙な山のことは知ってるかい？知らん。俺はその噂を聞きつけて人儲けしてやろうと言ったのさ。狩り尽くして肉なんか折り飛ばそうってな。それで、うん、山に行った俺は動物が現れるのをじっと待ってるんだ。てか何の動物？いろんなってこと？そこに切ったね、子犬がいたんだ。親とはぐれたのか人に捨てられたのか、それがこの子ってことかな。餌をねだってきやがったから腰肉を分けてな。ふんふん。ある日つい夜中にうとうとしちまって、気づいたら目の前にでけえ光るやつが。完全に油断してた俺は、弓を引くのも忘れて見入っちまった。やつは、俺を踏み潰そうと迫ってきた。そこに餌をやった子犬が割り込んできたのよ。何十倍もあるやつに向かって吠えて、俺のことを守るためによ。震えながら。それでそれで？そしたらやつが少しひるんだのさ。俺はその隙に子犬をひっつかんで、転がるように山を降りてきたってわけさ。ま、それだけっちゃそれだけの話なんだがな。悟りちゃんは一体どこ、どれ？で、その奇妙な山ってのが中央ハイラルの西にある悟り山。その時に会った子犬が今の悟りちゃんさ。あんた、勇気があるなら行ったやつに会ってみなよ。ほう、なんだそれは。この子が悟りちゃんではないの？うん。ん、おめえさんか。なんだ？ここって。男ばっかりのむさくらしい馬宿だぜ。つい最近もゾーラ族が来たと思ったら、プリンスタとか言って男だったぜ。指導寺来たんや、ここに。俺の癒しは悟りちゃんだけだ。ゾーラ族、悟りちゃん、ゾーラ族。知らねえのか？魚みたいなツルッとした奴らだよ。ここから東、ゾーラ川の上流にあるゾーラの里に住んでるんだ。腕の立ちそうなハイリア人だから、里へ来てほしいと言われたんだが。悟りちゃんを危険な目に遭わせたくねえから断っちまったんだ。あ、やっぱ悟りちゃんはこれなんやね。あ、またな。誰を見たところで腕の立ちそうなって言うんだね。何？何が起きた？君、この間さ、私のリンゴを食べた時みたいな状態になったけど、何か食べただろ。なんかくしゃみしてますけど。よくわからんね。まあじゃあとりあえずこの祠に入っていこうか。てか別にあっちの方奇妙な雲なんかかかってないけど、あれかな、ゾーラの里のやつのことかな。かやみわの祠、私がそれなら解決しましたけども。かやみわ、ここもなんかちょっとパズルっぽい感じだったりとかするかな。めっちゃ時間がかかるやつ。なんか水だらけ。アイスメーカーの出番やね。祠を訪れし者よ。我はかやみわ。女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。水より現れしたて、かやみわの祠。水より現れしたて？あれかい？もしや。何やった？さ、マグネキャッチを使っていくところもあるってことかな。なんかこう、水の中から板的なものを出すっていう。違うかな、わからんけど。ほ、あ、そっか、ここにも作れるんよね。はっ、落ちた落ちた。あー、しかも崩れたよ。間違えた、降りた。
ここ普通にこれで上がっていける？あ、そっか。ここ。ああ、間違えた。横向きにもできるわけやけん。普通に滝を上がっていけばいいってことかな。これを使って。ちょっと。ああ、流れが速い。よいしょ。こういうことやろ。ああ、押し出されそう。うわあ、なんかおるよ、なんか。とりあえず一番弱い武器。まあ、これか。木のマップ。お、あそこになんか宝箱浮かんでね。待って、これさ。なんか自爆しよるよ。これ、水の中から現れる盾っていうのがさ、多分そういうことよね。ね、多分そういうことやろ？ちょ、ここからさ、違う違う違う。ここから、やった！すごくない？一発！イエーイ！なんか向こう側にもおるやん。なんか向こう側に2匹ほど見えるけど。てかね、水の中から現れる盾っていうのは。ちょっと待ってね、マグネキャッチとかで。ないけど。ね、あの宝箱ってさ、どうやってこっちに持ってきたらいいんかな？押して持ってくるんかな？とりあえずちょっとこれ。ここで開けれたり。とかはせんみたいやけど、宝箱よねこれ、違う？とりあえずちょっとこれを押して向こうに持っていきます。ちょ、早く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 。なんかさっきから宝箱から何か出てきよるって思ったらモップないよね。あー、ちょっと、一旦上がらして。あー、溺れた！ふぅ。でも、あとちょっとや。これってこういう持っていき方？爆弾とかでさ、吹っ飛ばした方が早かったりとかするんやないんっていう、また荒々しいね。あー、これ木でできとんか。そりゃマグネキャッチで取れんわな。はい、あとちょっと、頑張って頑張って。あ、開ける開ける。はい。古代のコア、失われた、いにしえの技術で作られたエネルギーの結晶。古代の機械の動力として使われたと言われている。研究者にとっては貴重な一品。これさ、宝箱の下にアイスメーカーを作って、それでなんか、浮かせてくるみたいなことはできんかったんかな。試してみればよかったね、そういうのも。パラセールとか開いてしまったし。あー、壊したー。お、あれはさっきの、あいつを倒した時の戦利品やね。そっか、武器は持ってないのか。ガーディアンナイフとかいろいろ持っといてくれたら助かるんやけどな。ん？この上にも上がれる？もしや。この上とかなんかありそうじゃない？なんもないんかな？わからんや。まあ、とりあえず進んでこ。はい。あいつらどの辺から反応してくるかな？壊した。壊した。よいしょ。あっ、ああ。また壊したやん。あ、でもここは壊したわけじゃないんか。向こう側か。よいしょ。あっち側も水か、やっぱり。ここ飛び移れるね。よし。どの辺から攻撃してくる？まだ大丈夫？あ、なんかイカドあるんやけど。
よし。間違えた。いけるか。はっ。あ、やめて。よし。あ、私今一心の意味使いよん。自分で自分が何使いよるかわからんっていうね。弱いやつ使った方がいいよね。ボコ読みに変えとこう。無駄に一本使ってしまった。なんかあれキラキラ光よるよ。あ、もしかして私がさっき打った矢が当たったんかな。あ、あれはもう向こう側に行ってしまうんやね。なるほど。で次に来たやつに乗って、これは何、どこに行けばいいの。この下に降りてったんでいいん、これって。え、ダメじゃね。うわ、確実にダメじゃね。ちょっと待って、なんだ、どうすればいいんだ。これは途中のところに、あそこ多分アイスメーカーで開く。あっこ多分アイスメーカーで開くんじゃないかな。っていうか、イカダ使わんでもこれで別に渡っていけるしね。あー、待って待って待って、流されるー。流されるって、助けてー。イカダの方向が変わった。ちょ、とりあえず上げて上げて上げて。あーっとー、あ、どういう状態あれ。ちょ、一旦流されるわ。あーなんかイカダが変な角度で固定された、さっき。ほら、そして新しいイカダも出てこない。何、なんか変な音したよ。あ、向こうのが壊れたってことかな。とりあえずこの横の扉を、これ横の扉開けたところでさ、誰さんか忘れたけど、あっこになんかおるやんか、座っとるやん。どうやればいいんやろ。あ、イカダ動き出す？あ、動き出さん、ん？動き出したんか。変な角度で。これは渡っていけるのか。あ、いけたいけた。んで、あとこれを開けたいんやけど、これマグネケッチじゃいけんよね。あ、いけんよね。ということで、アイスメーカー。これで、下からちょっと押し上げる。ほい。押し上げ。だけど、いけるか？ちょあ！ダメじゃん。いけねえじゃん。くそー。あれは、どうやればいいんかな。ちょっとそろそろハート回復した方がいいよね。まあでもとりあえず押し上げれる、押し上げれるということは分かったよ。食べ物食べ物、ナッツ炒め。そしてアイスメーカー。落ちよった落ちよったあそこ押し上げて、押し上げて、あー流される。あ、このまま入っていけたりとかしないっすか。ここ歩けるよ。あー、待って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 、ほらここ、ほらここ、ちょ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 、そこ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 だって、そこあ、ちょっといける。あー、ダメだこれ。あー、何気にあっこ歩けたね。とりあえずこう、ここはもう流れが早いから、落ちちゃったら終わりだね。おーっと、危ねえ。落ちちゃったら終わりだっつったじゃんよ。恐ろしいわー。んで、はい、ここに。
ここに、はい、押し上げました。押し上げました。そしてはい、え、待って、え、ダメやん。ちょ、イカダとか流れてきてくれんかな。はい、イカダイカダ、ちょ、遅いよ、スピードスピードー。あー、あとちょっとやったのに。あ、これ溺れたら全部消えるんや、アイスメーカーの。ちょっとイカダの邪魔をしてやろう。なんとなく。ダメだな、ここでめっちゃ死ぬな。ちょ、食べ物、串焼き肉、この辺、まあ、うん、どれでもいいか。はい、串焼き肉、ほっと。イカダどうなった？あ、ゆっくりゆっくり横から出てきよる。一応出ては来るんやね。よいしょ。これでどうやってあっこに渡っていくかないよね。ん？止まった？はい、押し上げました。これでさ、私が向こうに流れていかんようにこの辺ちょっと埋めとけばいいんじゃない？どの辺？この辺？あー、これでもあれかな、どう、いける？とりあえずこうやって、で、あの、この辺にももう一個さ、これで流れることはないんじゃないの？いや、なんかよじ登ってますけど。ほら、いけた、よし。さあ、こんだけ苦労して何をゲットできる？騎士の剣、やったね。ハイラル城の騎士たちが携えていた剣、癖がなく扱いやすく高い攻撃力を持つため、現在では旅慣れた冒険者たちが好んで使用する。あー、ポーチに入らねえぞ。ちょっと待ってね、何かしら捨てるわ。まあ、モップかな。違う違う、木のモップを捨てます。そして騎士の剣ゲットー。で、とりあえず装備はリザルスピアとかにしとこう。ほんで、ちょっと待ってね、はい、上に上がらして、これいけたけど、え、いけたけどさ、次はあの上ってなんか関係ある？え？え？あそこに飛んでいけばいいってことかな？あ、やべえ、落ちた。普通に落ちた。あー、あっこからじゃパラセール乗れんのや。ってことは、あの辺までアイスメーカーで行って、その先から、イカダ止まってる。あ、ちょ、上がらして上がらして。ふう、いいところに止まっててくれたね。あの辺から多分アイスメーカーで行けばいいってことよね。あ、てかさ、水の中から現れる盾っていうのは一体何やったん？どれのことやったん？盾なんか現れてないよ。え、なんかまた私ちょっと無理やりなクリアの仕方しよるかな。これであっこまで飛んでけってことやろ？よし、行ってやろうやないかい。はっ。来たよ。絶対マグネキャッチってさ、水中から盾を出すんやと思ったのに。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫うことなき勇者。今こそ、女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。めっちゃ水が滴りよる。これで何個目？ 2 個目とかそんなんやったっけ。どうよどうよ。
福の証ゲット。あ、違うわ、5個目やん。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんこと。さあ、これでここもクリアできた。さあ、クリアしたぞ。クリアしたのはいいんやけど。さて、お次は目指、お次に目指すのはどこかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。